読者。それは一人でこんな暗闇の中、一人ぼっちで怖くないの？嘘だ。アリス、君は強い女の子だ。明るくて前向きで勇気がある。まるで絵本のお姫様みたいに。だけどもう我慢する必要はないんだ。寂しいなら寂しいって言ってもいいんだよ。寂しい。大丈夫。君を一人にはさせないよ。実は君に任せたい奴が一人いるんだ。アリステア。アリス、久しぶりだね。アリス、これが君にあげられる最後の贈り物だ。なぜだ、アリステア。僕が存在すれば、君は僕の存在を認めたということになるんだぞ。うん、僕はアリス、君という存在を、君という個性を認めるよ。君はバカか。僕は認めれば僕だった時の記憶は君の中から消えるんだぞ。今すぐ僕を君の中に戻せ。できないよ。そうしたらここにいる彼女が一人ぼっちになる。アリス、アリス、僕は君のことがずっと羨ましかった。口達者で、自信家で、僕とは正反対だ。僕はずっと君になりたかった。だからアリスと初めて出会った時、僕は泣いてる彼女を見て、とっさにアリスとして振る舞った。彼女の前ではカッコつけたかったんだ。彼女の前では理想の自分でいたかった。子供だったんだ。そして、彼女はそんな僕のことを王子様だと認めてくれた。でもそれは本当の僕じゃない。違う。僕はアリステア。君自身だ。ただの子供のごっこ遊びだ。君だってずっと分かっていたことだろ。なら彼女に聞いてみるといいよ。アリス、君が好きだったのはアリステアじゃなくてアリスなんだろ。アリス。いいんだ。ずっと疑問に思ってた。彼女はどっちの僕が好きなんだろうって。でもようやく分かった。彼女があの時好きになったのはアリステアじゃなくアリスの方なんだって。僕はそのことを認めるのが一番怖かった。ならどうして認めたんだ。彼女をこのまま一人にはさせたくなかったから。たったそれだけのために。たったそれだけでも僕にとっては重要なことだ。記憶を失うんだぞ。君だった時間は短い。生活に支障はないよ。それでも君にとっては一番大事だった思い出だ。そうだね。でも大丈夫だよ。僕には僕の大切な思い出がある。アリス、もう一度君と話せてよかったよ。君がアリスの手を取ってくれたから今の物語があるんだ。そして物語にはハッピーエンドがつきものだ。世界が変わった。どうして。虹。
綺麗だ。アリステア、これが今の君の気持ちなんだな。そうだね、僕はもう行くよ。早く目を覚まさないと僕のお姫様を泣かせてしまうから。君はバカだ。散々泣かせた後だろ。そうかもしれない。彼女は気丈に見えて意外と泣き虫だから。僕は彼女の王子様になれるかな。なれるさ。君は彼女だけじゃなく僕たちまで救ってくれたんだからな。そうだね。ありがとうアリステア。僕は君と出会えてよかった。僕も君と会えてよかった。ありがとうアリス。カーネーション、あなたは本物ですか？あの、触ってもよいですか？もちろん、あなたの体にです。はい。それはよかった。では失礼します。もふ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 。はあ、ふわふわしていてとても気持ちいい。ずっと触ってみたかったんです。とても柔らかそうで、ずっしりしていて、ツヤツヤしていて、想像通りの気持ちよさです。あなたの髪、はい。って、ああ、すみません、触りすぎですよね。はい。ふわふわマシュマロですか？ん？ひいさん。なあ、ひーさん、服脱がしてもええかな？この傷、やっぱり一生消えへんのかな？ごめん、痛かった。そうなんや。ならよかった。そう？僕はすごく嬉しいけどな。うん。もし僕の目の前に綺麗なままの君が現れて、その子も本物だったとしても、僕は君を選ぶよ。ごめん、何言ってるかわからんよな。実は僕もようわからんねん。綺麗なままっちゅうのはなんか変やな。
僕にとっては今の君は以前に増して綺麗で輝いてるっちゅうのに。この傷は僕がつけた。だから一生かけて償っていく。姉さん。僕を思い切り叩いてください。違いますよ。ただぼんやりしているから目覚ましに一発きついの食らいたいなとか思っただけです。ええ、どうせ僕はド M ですよ。なんせずっとあなたの弟のふりをしていたんですからね。こんなに美味しそうな姉さんを目の前にしてお預け食らってたんですから、忍耐強いを超えてド M ですよ僕は。本当にやるんですか？はい。これは。姉さん、嫌なわけないじゃないですか。これは嬉し泣きです。あなたが僕を選んでそばにいてくれたことに対する。心から願います。この幸せがいつまでも続きますようにって。そしてその願いを叶えるために、僕の宝物を守るために、これからも努力します。ただいま。この匂いは。おかえりなさい、白雪。母様。もう、どこに行ってたの？帰ってきたら、アリスちゃんしかいなくてびっくりしたわ。ごめんなさい。謝らなくていいのよ。探そうか迷ったんだけど、アリスちゃんが大丈夫って言うし、確かによく考えたらあなたも男の子なんだしね。あ、それよりも見て見て、あなたがいない間アリスちゃんと二人でたくさんお菓子を作ってたのよ。定番のアップルパイにホットフルーツポンチでしょ。あとは焼きリンゴにクレープも。あなたには後でみんなのお茶を用意してもらおうかしら。でしょでしょ。あ、誰か来たみたい。どうぞ。お邪魔します。涼子くん、いらっしゃい。今日はご招待いただきありがとうございます。よ、白雪。なんで漁師まで。
あら、だってあなたの大事なお友達でしょ。今日はリンゴもたくさん買ったし、せっかくだからみんなでお茶会をしようと思って声をかけたの。漁師くんだけじゃなく他の子たちも来てくれるって楽しみね。白雪、漁師くん、さ、遠慮しないで上がってね。はい。私たち先に用意して待ってるわね。白雪よ、よろしく頼むな。ごめん。君との約束守れなかった。俺は君を選ぶよ。俺の目の前に今の君とは違う君が現れた。姿も同じ、声も同じ、性格も変わらない。でも君とは全然違うんだ。当たり前だよね。彼女には俺との思い出がないんだから。彼女と会って分かった。俺が本当に好きなのはやっぱり君なんだって。俺は夢から覚めても君のそばにいて君のことを好きになる。君との約束通り、俺は目が覚めた先の君のことも好きになったと思う。たとえ彼女にとって俺が一番じゃなくても。でもそれは俺も同じなんだ。きっと夢から覚めても君のことを忘れないだろう。そしてきっと君と彼女を比べてしまう。彼女も大好きだけど、でも一番好きなのは俺を救ってくれた君なんだって。だから俺は君を選ぶよ。そういうことになるのかな。でもいいんだ。アリステアはいつでも自分の体を使ってもいいと言ったけど、真実を知った今、彼に迷惑をかけてまで自分のわがままを押し通す気はないよ。俺たちはアリステアの心にこのまま住み続ける。だけどこれまでのように彼の心の一部として存在するんじゃない。俺たちは彼の夢になるんだ。これはみんなで決めたんだ。みんなで話し合って納得して出した答えだよ。俺は今とても幸せだよ。そばにいてくれるから。だからこれからも俺と一緒にいてくれる？さあ、みんなのところに行こう。みんなの分のお茶を用意しなきゃね。リス、アリス、おはよう。アリス、ここは病院だよね。僕はどうしてここに。僕は確か湖で薬を飲んで。
そうだよ、僕はアリステアだ。どうして泣いてるの？初めて出会った時も君は泣いていた。うん、覚えてるよ。1年半前、扉を開けたら君が飛びついてきた。すごく変な夢を見ていた。僕は暗闇の世界にいた。そこには何もなくて、自分自身も見えないくらい真っ暗で、歩いても歩いても出口の一つも見つからない。僕は怖くてしょうがなかった。いつかこの闇に飲み込まれて、僕が僕でなくなるんじゃないかと思った。そんな時だ、暗闇の世界に君が現れた。君は僕に手を差し出し、嫌がる僕を引っ張ってあちこち連れ回した。気づくと大きな水晶でできた鏡が現れて、僕は君と一緒に鏡を通り抜けた。次の瞬間、全てがあべこべな鏡の世界に迷い込んだ。そこは鏡の国と呼ばれるところで、一見すると僕たちが住んでいる街と変わらないところなんだけど、少し変わっていて、僕の知ってるおとぎ話と正反対のキャラクターたちが暮らしていた。おとぎ話の主人公たちはそれぞれとても個性的で、かわいそうな境遇だった。彼らを見ていると胸が苦しかった。誰もが助ける必要としていない。過去にとらわれ、現状に思い悩み苦しんでいた。だけどある時、そんな彼らのもとに一人のお姫様が現れたんだ。お姫様は、おとぎ話に出てくるお姫様みたいに、可愛くて優しいけど、勇気があって好奇心が強く頭が良かった。お姫様は彼らの心に近づき、さまざまな方法で問題を解決していった。うん、相当な決意が必要だったと思う。こうしてお姫様は王子様の心を救った。王子様とお姫様は鏡の国でいつまでも幸せに暮らしました。めでたしめでたし、おとぎ話のハッピーエンドだ。そしてそれが終わると次の物語になった。僕は物語を見終わるたびに幸せな気持ちでいっぱいになった。そして7つの物語が全てハッピーエンドになると、僕がいた暗闇の世界に虹がかかった。変な夢だったけど、とても幸せな気持ちだったよ。ずっとこの夢を見続けていたい。そんな風に思ったから。目を開ければ何もかもがつまらない現実に戻ってしまうことは分かっていた。だけど開けずにはいられなかった。鏡の向こうの世界には君がいるから、僕も彼らのように君とハッピーエンドを迎えたかった。僕は君のことが大好きなんだ。どうやら無事に目を覚ましたようだな。バカなやつだな。他の人格のために自らの記憶を分け与えるなんてバカげている。いくら辛い記憶を各人格が引き受けているとはいえ、それは切り離した彼の感情や記憶に過ぎない。独立している人間のように見えても、僕たちはアリステアなんだ。僕たちが消えなければ抜け落ちた記憶は戻らない。アリステアが一つになることを望むのなら、僕たちは消えることを受け入れただろう。一つの体に一つの人格、それが正しい人間の在り方だ。全ての記憶を取り戻し、健常な人間として君と生きる。それが幸せというものなんじゃないのか。
勘違いするな。僕たちはアリステアのことはどうだっていいんだ。僕たちが望んでいるのは彼女の幸せだ。僕たちは彼女のことが大好きだからな。好きな人が幸せになるなら自分が消えても構わないと思っていた。にもかかわらずアリステアは僕たちの存在を認め、僕たちの存続を維持することに決めた。それじゃ何も変わらない。僕たちは相変わらずアリステアの心に住み着いたままだ。アリステアの抜け落ちた記憶も戻らない。これじゃ何のために危険な真似をしてこの世界に無理やりやってきたんだか。さすがインランアバズレシリガル腐れピッチだ。またかけエンディング狙いとはどれだけ強欲なんだ。似たようなもんだろ。他の人格はまだいい。彼らは辛い記憶を持ち合わせているからな。だが僕は違う。僕はもう一人のアリステアだった。ただのごっこ遊びだ。鏡の向こうに何もかも同じで、何もかも逆さまな世界がある。そんな子供じみた妄想で生み出した自分と正反対のキャラクター、それが僕だ。僕は他の人格とも違う。僕はアリステアであるという明確な意識があった。そしてあの夏の日、アリステアは彼女と出会い、彼女の前でアリスとして振る舞った。その時点では僕はアリステアだった。鏡の国に来てからだ。僕がアリスとして意志を持つようになったのは、アリステアの意志は無意識の闇に飲み込まれ眠りについた。その代わりに僕が現れた。僕は君のことをよく覚えていたからな。君の宝石のような目も、ふわふわとした柔らかな髪も、太陽のようにきらめく笑顔も、すべて。だからこそ僕が消えなければならなかった。そうじゃなければアリスと出会った時の思い出も思い出せなくなってしまう。彼にとってそれは何よりも大事な宝物だったはずなのに、自ら手放してどうする。僕は消えるべきだった。その時点で僕は僕であり、彼は彼だったのかもしれないな。アリステアは自信があったんだろう。僕に大事な記憶の一部を渡してアリスのことを忘れたとしても、何度だって彼女に恋をすると、物語の王子様はお姫様に一目惚れするのが様式美だからな。ああそうだ。からこそアリステアは僕たちに自分の大切なものをプレゼントしてくれた。それは辛くもあり悲しくもあるが、それだけじゃない。楽しくて嬉しくて幸せなものでもある。ああそう、全ての物語がハッピーエンドになった今、暗闇の世界に虹がかかった。なんだ。まあいろいろでかくはなったな。いろいろと人が気にしてる身体的特徴を指摘するな。というか
きまでのしんみりとしたシーンが台無しだ。確かに僕がだったのは子供時代の君だが、絶対に聞こえてただろ。ああもういい、絶対に言わない。サービスだぞ、神戸を垂れて僕に感謝しろ。僕は好きだよ、君の宝石のような目も、ふわふわとした柔らかな髪も、全部君が君である証だ。君を捕まえるなんて、そんな面倒なこと僕はしたくない。それよりも虹を渡ってみたくないか。ああそうだ、前に言っただろ、僕は虹を渡って君に会いに行くのも簡単だってな。ここは鏡の国だ、そのくらいやろうと思えば簡単だろう。ほら手を出せ。ああそうだ、それ以外にあるか。どうした、映像作品耐えられないくらいブサイクな顔して。君はいつも素直を通り越してバカ正直というより失礼極まりないんだが、というかさっきから路線変更ですかというくらいに素直だったと思うんだが。大体僕が君に手を差し出すのはそんなに珍しいことじゃないだろう。僕は君の王子様だからな。アリス、僕はこの手を離したりなんかしない。だから一緒に行こう。